じめまして、中学3年生15歳の野ゆなです。今日はステージ楽しんでってください。1曲目はこれさわさんのタバコです。よろしくお願いします。君に
ありがとうございました。少しお水を飲ませてください。改めまして中学3年生15歳の野由奈です。よろしくお願いします。2曲目はあいみょんさんの桜が降る夜はです。よろしくお願いします。
少しお水を飲ませてください。さっき自己紹介した通り、私は中学3年生で今年中学校を卒業しました。なので、それ今までの自分とこれからの自分に向けての曲みたいな感じで選曲したので、よろしくお願いします。3曲目は、生き物係さんのエールです。よろしくお願いします。私は今どこにあるのと、踏みしめた足跡を何度も見つめ返す。枯葉を滝秋めく窓辺にかじかんだ指先で夢を描いた。翼
ました。少しお水を飲ませてください。なんと次の曲で最後の曲になってしまいました。ありがとうございます。続いての曲はスペシャルゲストと一緒に歌って踊ってをやってみたいと思います。スペシャルゲストのマオキュンです。どうぞ。はーい、おはようございます。こんにちは。ユナ、まずこれをマイクをこれでお願いします。いけた。いけー。よかった。はい。どっちかしかつなげれます。大丈夫ですかね。どっちかしか言えないかもしれない。はい。はい。ありがとうございます。ということで、あ、聞こえますかね。お呼び出しされましたね、今。スペシャルゲストのマオキュンです。自己紹介させていただきます。高校1年生、16歳、マオキュンって言います。よろしくお願いします。さあ、ということで。はい。次の曲はですね。もう行っちゃうの？いや、まだ行かない。まだ行かなかった。私が中学3年生で、この子が高校1年生なんですね。で、私の高校生になるための応援ソングみたいな感じなんですけど。あ、そうなんだ。私的にそういうイメージでやってます。あ、やってますじゃない、披露します。どう何を話したいんだろう。私らの関係ですね。関係性は、同じね、芸能スクールに通っていまして、はい、それで関係で、もう2年、2年ですね。もうすぐ、もうすぐ2年の、ね、2年の中です。はい。下手くそすぎ。ちょっと MC を全然決めないので、私たちはフリートークでお届けしてます。ありがとうございます、皆さん。お写真もありがとうございます。ということで、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日は日曜日だからね、たくさん人がいて、びっくりなんだけども。ん？もう行っちゃいますか。じゃあ、じゃあそれではハニーワークスさんでヒロイン育成計画です。どうぞ。ゲットヒロイン育成計画。
よかったら来てください。待ってます。ありがとう。